佐田神社は、大阪府平方市にある神社。旧社各は豪社。菅原道真公神体は、菅原道真の座像で、道真が自ら作ったものと伝えられる。河内名所税より、佐田山天馬宮、秋里鳥島、庭桃家縁起元年、菅原道真が太宰府へ左遷される途中、山の上で休憩し、都の方を望んで名残を阻んだ。その場所を、 菅はイズカという。その後を、娘のカリア姫が追いかけたが、あと少しのところで間に合わず、足ずりして嘆いたという。ここから、その山を、サダヤマと呼ぶようになった。ダザイフでその話を聞いた道真は、三尺二寸の自身の木像を作って、娘に送ったという。天略五年、サダ山に社殿を造営して、木像を祭り、近隣二十五家村のうぶすながみとしたのが、 当社の始まりと社殿に伝える。慶長19年の大阪冬の陣で、社殿は消失したが心臓は無事で、現在地に潜座して、中ぶり、出口両村のうぶ砂紙として再建された。明治5年、そう、谷村のうぶ砂紙であった、鴨もけんまめびの地神社を合祀して合社に、列格した。現在の社殿は、明治22年3月に改築されたものである。江戸時代まで、 境内には、聖徳太子が回帰したと伝えられる、両工事があった。当社創建後は、宮寺とされていたが、明治の神仏分離で廃され、仏像や曼荼羅などは、近くの浄土院に移された。2018年、大阪北部地震により、灯籠や屋根、看板などが破損。また、台風21号により、神楽堂が大きく壊れ、新牛舎など、 他の建物も損壊した。中ぶりの集落から当社まで、まっすぐに山道が伸び、佐田山道と呼ばれている。現在は、京阪本線と大阪府道21号、八尾平方線が山道を横切っている。八尾平方線との交点の角に、社名表があり、その近くに一の鳥居が立っている。山道は坂道で、二の鳥居からは、石段となる。二の鳥居の前に、 社務所がある。境内には、本殿、摂者、神楽殿、新牛舎などがある。平方市出口の集落に御旅所があり、霊体祭の日には、御輿が渡御する。御旅所の敷地の奥には、本宮の遥か廃所がある。上記のうち、節分祭と、皆月を払い、秋祭りでは神社前に出店が出る。ありがとうございます。